アメリカ在住の心臓外科医があらゆる質問に答えていくコーナーをしています。続いての質問は、 USMLE ステップ 2CS の勉強はどのようにされていましたか。これはですね、結構今なんかその多分変わってんですよね、いろいろ採点形式だったりとかで、今はしかも 2CS がもうコロナの影響で中止になってますよね。だからで代替案としてなんかなんとかっていう3文字ぐらいの英単語で書くやつを勉強するっていう風に言ってるんで、まあ参考になるかどうかわかんないんですけども、僕が受けたのは多分6、7年前ぐらいで、結構あの3、4年前ぐらいかな、もっとなんか急激に難しくなったっていう、僕が受けた時は割とそこまで難しくない時だったような気がするんですね。で、ただとはいえ英語が全く喋れない僕なんで、まあもちろんあの不安はあったし、いろいろと対策はしたんですけれども、まあ一番は、家庭教師ですね。その USMLE、今はたくさん多分いると思うんですよね。USMLE 専門の、例えば瀬崎先生って USMLE に特化した、サロンとかもやってるような先生は、まあすごく有名ですけれども、当時はですね、そんなにまあメジャーじゃなくてあんまり知らなかったんですよね。で、唯一僕が知ってたのが、そのドクター・プーマっていう、PUMA っていうですね、インド人の、USMLE を教えている、まあオンラインでですね、講義を受けることができるってマンツーマンでですね、人がいて、でその人はですね、まあ結構まあ僕の先輩とか、いろんな人がですね、その人の元で授業を受けていて、僕が知る限りでは合格率 100% なんですよ。みんな受かってる、最終的には。まあ落ちた人もいるんですけど、最終的には受かってるっていう人で、でまあ講義もですね、そんなに安くはないんですよ。どれぐらいか忘れちゃいましたけれども、うん万とか、したんですけれども、それに見合うだけの、しっかりした内容だったと思いますね。だからいろいろその前までにいろいろ、例えばカプランの講習を受けようとか、ファーストエイドの本を買ってこの文章を暗記しようとかいろいろやってたんですよ。でまあそれももちろんためになってるんですけれども、基本的には全てそのプーマーが教えてくれた、語呂とかそういうのを覚えましたね。一番困るのは、例えば、僕みたいにその英語ネイティブじゃない人っていうのは、自然な英会話っていうのができないんですよね。だからそれを覚えて、例えば英語を 100% マスターした状態で医療面接に臨むっていうことを考えたら、まず間違いだと思うんですね。やり方はおそらく一つで、もう聞くべき、この時にこういうふうなことを聞くっていう単語フレーズを完璧に覚えるっていう、でそれはもちろんいくつもあるんですけれども、そのバリエーションを全て覚え切って、こういうパターンに来たらこの質問を返して、こう答えが来たらそれに対してこう質問をするっていう風な、もう、パターンを組んじゃうっていうことですね。あとはそのフレーズっていうか、その単語だけちょっと変えるとかっていうような、例えば頭痛いですかとかっていう風な質問を、胸痛いですかとかお腹痛いですかっていう風にずらしていけるような形にするっていう、で痛いですかの部分は変えない、基本的には同じフレーズを毎回使ってそのフレーズだけを完璧にするっていう風なやり方をするのがいいかなという風に思うので、まずはそのテンプレートとなる、もうたくさんのもののフレーズを決めていかなくちゃいけないけど、教科書をたくさん買えば買うだけどん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 フレーズ増えるんですよ。例えばお腹が痛いっていうフレーズ一つでも、いろんな言い方が聞き方があって、どれにするかっていうのを毎回毎回悩んでしまうと、結局覚えられないし、とっさに使う単語フレーズっていうのが出てこなかったですパターンがあるんですよね。だからその一つを何か決めるっていう時にいろいろやって、最終的にプーマに行き着いて、ドクタープーマに教わったものをのみを使うようにしましたね。だから他の教科書に載ってる単語とかその文章、もちろんプーマが全てカバーできるわけじゃないから、それでカバーできなかった部分で、あ、こんな質問の聞き方があるんだっていうのがあれば、それはメモして自分のノートとか自分のストックの中に入れておくんですけども、基本は大元の何か、別にプーマに限らず一つのフレーズ集のものを完璧に決めて、それ以外は使わないぞっていう風にした上で、そこからもちろんそれをですね、ちょっとずつ変化させるのはいいと思うんですね。こっちの方が言い方やりやすいなとか、こっちの方が発音が綺麗だなとかって思えばいいんですけれども、基本的にはそのフレーズを変えずに、それをただひたすら反復練習して覚えるっていうことですね。覚えながら練習して、練習しながら覚えるみたいなことをしていけば、自然とそういうのができるようになると。だから暗記っていうか覚えるフェーズと、その練習ですね、実際に例えばプーマとやってる時も練習できますし、あとは僕は一緒に、同じ学年ぐらいで受ける人がいたんで、まあ、別の病院で働いて、お互い外科の、まあ4年目とか5年目で、まあ、そこそこ忙しい時期だったので、まあ、朝の例えば、6時から7時とか7時から8時の1時間を使ってスカイプとかですね、今だったらズームありますけど、ズームでテレビ電話しながら、こっちで30分質問する、向こうが30分で質問する、でお互い患者のどうしたらいいとかっていうのが分かってるんで、
そういう人と一緒にやると。で、どうしても家庭教師とかに頼むと、それはそれでいいんですけど、英語のね、発音とかそういうのを覚える意味で。ただ彼らは医学的なタームとか、医学的な条件とか、そういうのにちょっと疎いところがあるんで、発音とかフレーズとかそういうのの整合性を確かめる意味では家庭教師にマンツーマンでやってもらう。いわゆるオンライン家庭教師とか、まああると思うんですけど、そういうのにやってもらって、英語力を鍛えて。で、実際にそのテストに対する対策としては、そういうスカイプとかで仲間と一緒にやって、で、今なんてインターネットで探せば、そういう試験を勉強したいって言ってる人たち5万といるんで、あるいは日本じゃなくても海外にいる人たちの、その外のアメリカ以外の人たちと一緒にやってもいいわけなんで、その人と半々ずつにやると、まあ、向こうは医学的知識あるから、ある程度融通が効いてやりやすいし、向こうから新たな情報を得られることもあったりするんで、そういうのは大事かなっていうふうに思いますね。で、あとは、そのフレーズの中でですね、僕がすごく大事なって、まあ、特に、あの試験っていうのは患者さんをこう大事に扱う、大丈夫とか、本当に、僕はいい医者だから、この病院はいい病院だから安心してって、安心させるっていう、まあ、そういうか心意気みたいなものが大事っていうふうに言われてるんですけど、それも結局ですね、やっぱりテストなんで、必ず、この加点方式でされてると思うんですね。これ言ったから点数つけようとかっていうふうに。100点あってそこから減点していく方式っていうのはなかなか難しくって、しかも向こうも患者さんで模擬患者さんなんですけれども、まあプロフェッショナルではあるけれども、その人がその主観的な判断をしてはいけないと思うんですよね。客観的に判断しなきゃいけないから、だから、あ、これはミスあったなとか、例えばこの時にこれ変なこと聞いてきてるなと、これ分かってないなとかっていう風なところを見つけたら、それをどん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 減点していく、見つけたらというか、それを僕が何かこう言ったら、それを加点していく方が、点数、もちろん減点もあるかもしれないけど、基本的にはこれ言った、あれ言った、これ聞いてきた、あれ聞いてきたみたいな部分の加点が入って、プラス例えば英語がちょっと聞き取りづらかったとか聞かれなかったっていう部分の減点が入るっていうところなんだと思うんですけども、できるだけその減点を減らして、この加点、要はそのポイントをつけていくっていう、例えばもうお腹痛いって言ったら、お腹痛い部分に関する質問をもうたくさんして、全部もうその全部網羅すると、どこいつから始まった、どこが痛いとかっていうのを全部網羅するような形にすると、それはきっとポイントが重なるところになるんじゃないかなっていうふうなのは思ったりするんですね。あとはそのどうしてもやっぱり喋れない、聞き取れないってことはあると思うんですね。僕みたいに日本でずっと育ってきてると、やっぱ耳も口もですね、日本人のものになっちゃってるんですよ。だから発音はできるだけゆっくり、まあうまく喋るように、聞き取りやすく、大きな声で言うっていうのが基本的に大事だと思いますね。まあもちろん完璧な発音を目指すのがいいんですけれども、それができなかったらはっきりと大きく喋るっていうのが大事で、聞き取りに関してはもうもはや、もう慣れというか、何度も何度もやっていかないと分かんないし、結局僕も多分試験受けた時はですね、まあ5割ぐらい聞き取れるかなっていう感じですね。もちろんお腹痛い、うん痛い、どこここって言ったらそれはもう聞き取れるんですけれども、突然なんかよくわけかんないこと言ったりとか、あなんかこう、あうち帰んないとなとか、なんとかって言い出すと、もうわかんないんですよね。でわかんない時にあわわわってなっちゃうと困るから、わかんない時用のフレーズっていうのをいくつか用意しておいたらいいかなというふうに思いますね。僕はよくやってたのは、なんかこう質問をしてってですね、突然なんかよくわかんないことをわーっていうふうに言った時にですね、あーなんかわかんないっていうふうなことをするよりは、OKOK と、まあでも今話をこう変えるわけですね。まあでもね、この病院はすごくいい病院で、僕は今すごく君のことをしっかりと見て話をしてるから本当に安心はしてほしいんだっていう、突然なんか安心させ出すんですよ。なんで安心させ出すのってなるんですけれども、そこでごまかすわけですよ。で、ところで何々はどうなんだっていう風な質問をしていくと、ちょっとごまかしが厳しいけれどもスッと変えていくことができるんですね。だからこうリアシュアって言って、こう安心させるっていうのと同時に話をすり替えるっていう技術を、いくつかフレーズをこう用意しておいて、まあ、何言ってるか分かんないなっていう時にそれを使ってで、まあ、ごまかしていくっていうことをしたりしてましたね。そんなにわけわかんないことを毎回言う人っていうのはなかなかいないし、向こうが言ったことを全てを理解してこう話さなくちゃいけないっていうパターンも実はそんなにないと思うんですよね。向こうもそんなにめちゃくちゃ困らせるためにやってるわけじゃないんで、そういう技術だから、さっき言ったようにフレーズを全部まあ覚えて、それをもう機械的にできるように練習していくっていう技術と、あとは不測の事態に対して何か、こう肝となるフレーズ、それを回避するフレーズっていうのを何種類か用意しておいて、それを使ってその15分の間にできるだけ
自分が聞きたい質問、自分が聞き取りたいものを聞き取って向こうが何かわけわかんないこと言ってるやつを阻止するっていうことができれば、それで、受かることっていうのが僕はできました、当時。なのでまあ今はちょっと変わってるかもしれないけれども、まあ参考になったらいいなというふうに思います。はい、以上です。